メルビン・トーマス・オットは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、区ツな出身のプロ野球選手、右投げ左打ち、ニックネームは、マスター・メルビン、17歳で、ニューヨーク・ジャイアンツで、メジャーデビューし、6度の本塁打王になるなど、通算511本塁打を放った。また、名門ジャイアンツ一筋22年、一本足打法で、左打者のホームランバッターであること、通算試合数や、 アンダスーなど含めて多くの点で日本の大沢春と類似を指摘されている。1902年、ニューオーリンズ郊外のルイジアナ州グレトナで生まれる。父チャールズは野球のセミプロ選手で、メルビンは野球を見て育った。学生時代は主にキャッチャーとしてプレーしていた。16歳の時にサザンアソシエーションのニューオーリンズペリカンズの入団テストを受けたが、体が小さいことを理由に不合格。 その後、ルイジアナ・シューパターソンのセミプロチームに月給150ドルで入団。その後、球団オーナーのハリー・ウィリアムズが友人のジョン・マグロへすごい球を見つけたという電報を打った。マグロの返事はその球をすぐにポログラウンズへ送られた詩だった。保守としてテストを受けた夫だったが、マグロ監督は保守として危ういキャッチング能力に疑問を持ったが、 嘆きに関しては非凡なものを見せ、1926年1月に、にすぐに外野州に転校して、異例の若さでデビューした。彼は、ボーイワンダーとして、ファンの目を引く存在になる。5フィート9インチ、170ポンドと、さほど恵まれていない体格だったが、3年目の1928年には、18、本類だ、打率、322を上げ、 長距離打者としての進化を発揮し始める。プレイボールベースボールカードの夫トは、その後、日本でいう一本足打法で本塁打を量産。1929年に自己最高の42本塁打を打ったのを皮切りに、1932年には初の本塁打王を獲得し、以降1936年から1938年の3年連続を含む、 6回の本類打をに輝いた。また選球眼も良く、本類打を量産する傍ら三振の数が少なく、リーグ最高出塁率を記録したことが4度、支球数がリーグ最多となったのが6度ある。1936年以降はシーズン100死球以上を7年連続で記録していた。ワールドシリーズには3度出場、特に1933年のシリーズは日本の 本塁打を打つなど一戦目から打撃がさえ渡りチームの世界一に貢献した。1945年、ナショナルリーグの打者としては初めて500本塁打を達成し、1947年に現役を引退。1942年からは、ジャイアンツの監督を兼任していたが、お人よしと言われたその采配では、チームは浮上せず、監督1 0 0人になった1948年途中で、 解任され、レオドローチャーに交代させられた。夫の背番号、4、ニューヨークジャイアンツの永久決番に1949年、指定、ジャイアンツの監督を退任。1951年、記者投票により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。その後は、1955年から1958年まで、主に、デトロイトタイガースの試合中継のアナウンサー。 解説者として活動していた、1958年、ルイジアナ州ニューオーリンズにて、交通事故死、49歳、ありがとうございます。